ブンデス時代のベルナーさんの成績が話題に。当時は本当にすごい選手だった。自信を取り戻してほしい。自信というのは時に狂気だ。ビニシウスは26ゴール12アシストで近いうちにバロンドールを取ります。コロナ前のベルナーはサッカー界のフーディー、メロだ。どうしてこんなことが起きたのか。 彼が1対1の場面しか得意でない選手だったら理解できるけど彼は何度もチャンスを得ているのにまともなシュートさえ打てていない。毎回足元がもたついてタッチとシュートの間で迷ってしまい結局ボールをこぼすかピッチ外に出てしまうんだ。彼は常にプレミアリーグのハイラインに対してプレーしているのに全然ダメだ。だからそれが理由ではない。 ブンデスリーガのハイラインを見たことがありますか章。自信というのは恐ろしいものだ。自信だよ。彼には本当に素晴らしいプレーがいくつもあった。まるで誰にも止められないようにプレーしていたんだ。まだ彼の中に自信があると信じてるし、諦めることはない。ベルナーは前回オールド、 トラフォードで何度も1対1のチャンスを得たのに、今ではシュートの仕方を忘れてしまったかのようだ。文章でさえも最後まで言い切れないくらいに。